こんばんは。というわけでね、今日もテトリス99やっていこうかなと思います。まずはですね、ステータスを見ていきましょう。現在こんな感じになっております。470回やって、436回1位取ってますね。34負けで、前回の YouTube ライブ配信の時に23連勝してて、で、動画で上げた99連勝するまでのパート3までの、6戦分全部勝ってるんで、まあ、それを今加算すると、現状29連勝かな。現状29連勝中なんで、とこっからね、連勝、99連勝目指して、やっていこうかなと思います。あ、テトリス99。よし。早速ですが、やっていきましょう。まあ、99連勝はね、引き続き目指してるんでね。さて。このプレミア公開というのは、初めてになりますが、まあ、ちょっとね、こうすればね、皆さんとね、交流ができるかなと思いましてね、ちょっと始めましたんで、よろしくお願いいたします。まあ、今まで動画で上げてたと思うんですけど、まあ、もしかしたらこのプレミア公開、これをメインにしていく可能性もありますね。まあ、まだ確定はしてないんですけど。よしよしよし。さあ、早速、とどめ位置にして、OK ですね。まあ、しっかりとマッチングしていくと。まあ、29からスタートで、29連勝スタートかで、しっかりやっていきます。さあ、まずは DT4。DT4 で、まあ、連は組まなくてもいいかな。普通に行きましょう。まあ、そんな狙われてないんでね。カウンターもせずに。こうだな。こうして、こう。はい。ディスピンダブル。で、ちょっと積んどいて。テトリスからシングルドネイト。TP シングルドネイトをしておいて、はい。これ一応入るんですけど、まあ、そんなにめちゃくちゃ綺麗なリカバリーにはならない。あの置きミスした時点でね、そんなにいいリカバリーはないんで、まあ、ここで妥協を。はいはいはい。おっと、暴発した。ちょっと暴発しましたけど、まあ、しっかりリカバリーしていこう。冷静に。至って冷静に。はい。こうして、こうと。しっかりとリカバリーしといて、こっからだな。お気にせしても、リカバリーしっかりしといけば、まあ、大体なんとかなることが多いんで、特に序盤は。終盤は割と致命的になること多いかもしれないけど、まあ、序盤は全然いけるんで、まあ、冷静に、いかに冷静になれるか。さあ、ティースピンシングルじゃない、ティースピンダブルにしておいて、まあ、しっかり 25% まで溜まっていくと。OKOK。まあ、今のところ順調かな。これは Z。Z をこう入れて、Tスピンここ、こうしといて、Tスピン当てて、OKOK。しっかり。おっと、やばいぞ、これは。危ない。さすがに今の大きみさはちょっと危なかったです。まあ、でも、まあ、しっかり、OK。まあ、最初は競り上がってくるのがあんまり速くないんで、これちょっとカウンターにしといて、若干危なかった感はありましたが、まあ、なんとか、まあ、ここまで掘り切ることが成功できたんで。やっぱりシャーナ埋めたね、おきみさん結構、隙が出てしまうんでね。そこはちょっと怖かったね。まあ、だからリカバリー力を俺は見せていく。さて、ティースピンダブル。どうしよっかな。カウンター、とどめ打ちでもいい気がする。とりあえず、あ、いいか。いや、結構狙われてるから、まあ、とりあえずカウンターでいいや。とりあえずカウンターにしておきます。押して、ランカンですね、これ。ランカンして、ティースピンダブル。ちょっと序盤、大きみ多発していましたが、まあ、ここからちょっと、無難にね、火力作っていって、しっかりバチスを稼ぎたい。まあ、言うて 50% 溜まってるんで、まあ、あとは普通に行けば。そんなに遅いペースではないんで、結構大きみしてないけど、そこまで遅いペースではなさそうなんで。まあ、平常運転で行けばいいんじゃないですかね、これは。さて、こう打ってって、ダブルダガー。はい、ティースピンダブルと。しっかりダブルダガー放っていき、まあ、まだ簡単でいいかな。STMV ケーブルでティースピンダブルを放っていく。さあ、刺さっていき。まだ 50% か。まだ言うても 50% だな。バッチオーイスを倒すことができれば、一気にもらえるんですけど。まだそんなに稼いでる人いないと思うんですよ。この状況では。確かにここまで打ってって、テトリス。
ティースピンダブル。まだ2人狙ってるからカウンターでもいいような気はする。はい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 。3人ぐらい来たんでね。しかも。ちょうどいい。逆にこれを返り討ちにしてって、どん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 稼いでいきたいな。さあ、こうしてこうして、はい。ティースピンダブル、ティースピンダブル。TSD。TSD、TSD。そろそろこの位置に変えようか。そろそろとどめ位置に変えておいて。うん、まあまあまあ。これさらに稼いでいこう。今あんま狙われてないんだ。今あんまり狙われてないので、とりあえずは。おぉ。はい。どん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 火力作って。あんまり変な攻撃は受けずに、しっかりと搭載を当てながら。はい。ふんふん。まあ、いい感じです。だいぶいい感じに進めてはいる。テトリス、TSD。もう一回 TSD。TSD から、TSD もあると。はい。ダブルダガーしといて、残り10人。50% か。残り10人で 50% ちょっとな。もうちょい欲しいな、バッチ数が。バッチ数がもうちょい欲しいね。さてさて、ティースピン作ったが、まあ、いけるな。ああ、ちょっと君の置きミスしたけど。まあ、とりあえずは。おっと。一回リカバリ体制。こうして、こうして、OK。とりあえず冷静にここまで一旦掘っておいて、カウンター行こうかな。オッケーオッケー。ててててててて、ててててて。はい。ほいっと。これ受けましょう。受けて。消えついてトリス。オッケー。あ、今の受けてからのティスピンダブルテトリスのそのまとめ値が強かったですね。あ、順調になんとか勝っていくけど、まぁ、あ、ちょっと終盤のギリギリのちょっと前ぐらいの時に、オキミス多発したのちょっと焦ったけど、まあ、冷静にね、回復というか、そのリカバリしてって、まあ、なんとかもぎ取っていきましたね。神々だね。よしよし、30連勝。これ30連勝なんで。どん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 引き継ぎやっていこうぜ。よしよし。やっぱりリカバリ力なんでね、結局ね。持ちミスしても焦らずに、しっかりリカバリしていけば、まあ、大体はなんとかなることが多いと。暴発はね、やっぱり怖いですけどね。特に2回連続でそのポンポンって置きミスしてしまう暴発は、一番怖いですけど。なんとかしていくとね。これでこそ正解値のプレイよ。ああ、ウーロン茶が美味しい。これがね、正解値のプレイングなんですよね。さあ、とどめ1。おーっと、カウンターでいいかな？なんか結構狙われてるんだよ。しょっぱなカウンターで行きましょう。しょっぱなカウンターにして DT4。DTTKI でいこうかな。これは結構、序盤に狙われてるんで、逆に、稼ぐチャンスかもしれないですね。まあ、でも言うても、序盤ではあれか、キル数か。キル数メインになるかもしれないけど。まあ、とりあえずは。バッチね、少しでも、結構、あ、でも言うてもやっぱ稼げるな。序盤でも、結構、いけますね。もう25溜まってるもん。早い早い。こんな序盤に、こんな最序盤に25早い。ペース配分は相当良さそう。これは普通に平積みでいこう。平積みにしておいて、ティースピンシングルかな。シングルにして、まぁ、ちょっと3ライン消してで妥協しよう。うまい感じにティースピン作ろうとしたけど、まぁまぁまぁ、妥協しても全然最初大丈夫なんだ。ペースは悪くないし。さあ、
とどみちにしようかと思ったけども、3人に一気にまた狙われたんで、まあ、まだカウンターでいいかな、普通に。はい。あ、これちょっと平積み。まあ、なんとかなったけど。途中、デコボコしちゃったのが微妙だったけど、まあ、しっかりと解消して。こう、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 はい。てってん、てってってん、てってん、てってってん、てってってん、てってん、てん、てん、SDSD。さあ、SDSD をしっかり組んでいき、シングルから、ここら辺でとどめ1に切り替えとくか。とどめ1に切り替えた瞬間に2人から来たけど、まあどうしよっかな。どっちでもいいんだよね。まあとどめ1の前にしとこうかな、こう、今回は。さあ、しっかりドネイト。ドネイト、ティースピンダブル。テトリス、ティースピンダブルと。いや、カウンターでいいや。やっぱりカウンターにします。はい。で、これ、とどめ位置に切り替えよう。これ、切り替えた瞬間に、ね、来ることが意外に多いんだよな。不思議なことに。あんま来てないから、カウンターに、というか、とどめ位置でしようって言って、とどめ位置に切り替えた瞬間に結構、ほら、こんな感じでね、二人に来ること多いんで。不思議ですよね。こういう仕様になってるのかもしれないが。まあ、さすがにないか。さあ、ティースイン組んでて。まあ、それはさておき、引き続き火力を作っていきましょう。はい。こう、こう、こう。こうして。こうして、こう。はい。はい、はい、はい。まあ、無難に操作当てときながら。まあ、序盤はね、結構ね、この、競り上がってくるの遅いんで、あえて操作外して受けようとしても、結構時間がね、削られるだけなんで。そんなに総裁外しは意識しなくてもいい、ロバは。さあ、こうして。どん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 。どん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 火力火力。はい。DSD。50%、まあ、50% だけど、75に近い50か。ちょっとだけもらえて、本当にビビたる量だ。ビビたる量もらって、TSD。TSD。こうして、こうしておき。今ちょっと出てるミノしっかり確認したのよかった。まあ、お気に接そうになったんですけど。しっかり。あれ、このミノ違くねってちょっと一瞬迷って止まったのがお気に接を免れた。さあ、とどめ打ちのままで。まあ、いいでしょう。とりあえずは。これね、まあ、いっか、ここでやんつけるか。まあ、全然問題ないでしょう。TSD 打って、テトリス打って、こう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 、で、ダブルだが。はい。さあ、100% になっていく。早いっすね。相当早かったのか。あとはカウンターで、まあ、無難に行きましょう。さあ、テトリスからダブルだが。ダブルだがで、しっかり、TSD と。TSD 打って、テトリス。もう一回 TSD。はい。ちょっと歩みは刺さったけど。ちょっとホールド効かない時にある、結構あるあるの、この挙動でしたね。キーミノを入れようとしたが、アイミノが出て、アイミノがなんかソフトドロップされたパターン。割とあります、あれ。さあ、テトリス。TSD。TSD で、どんどん火力、火力。継続火力ね、重要なんで。止まらずに。TSD。テトリス。はいはいはい。はい。受けずにね。こうだ。こうしてこうしてこう。で、ここで積み込んでおいて。はいと。まあ、ティースピン作るか。ティースピン使うけど大丈夫でしょ。はい。はいはいはい。まあ、100% 溜まってるんで。まあ、カウンターのままで。ここからもう固定でいいや。カウンター固定。カウンターに固定にしときながらしっかり12以下になっていく。はいはい。競り上がっていくの早くなったね。削って、ここは一回。無理はせず。無理はせずに行って、はい。
あ、ここ無理せず。しっかり削りながら。しっかりしっかり。TSD から連でいこうかな。確かに連組んでて、ハッカー。あ、バッチ後で有利なんで。これはまあ無理せず。落ち着いていけばいけるはず。バチがあると結構脅威だけどね。バチがあると結構余裕が持てるんで。はい。うん。まあいいや。はい、削って。はい。あの人もバッチ1しかないんで。全く焦ることはない。はい。まあ、こんな感じで、ね、どんどん。送ってれば、まあ、有利になれる。あとは置き水にだけ本当に気をつけて、まあ、こんな感じに立ち回っていけば、まあ、いずれかね、自力になって下がっていくんでね。まあいい、OK ですね。よし。これで31連勝かな。31連勝中。うーし、引き続きやっていきましょう。いい感じですね。よし、はい、こんばんは。オッケー。じゅんちゃん。順調すぎる。序盤でやっぱり早めに 100% に溜まったのがでかかったな。めちゃくちゃでかかったな、これが。最初やっぱ結構狙われるのいいかもな。最初にめちゃくちゃ狙われるのって逆に好都合かもしれない。そんなに、まあ、実力ある人に限るかもしれないけど、最初に狙われて刺さっちゃう人もいるかもしれないんで。まあ、ちょっとね、ここの自力には自信があるんで。世界一ですからね。さて、とどめ一にしておいて。あー、カウンターでもいい気がするな。これも今回3人狙われてるんでカウンターにしとこう。カウンターにしといて、おい。その、どんどん最初に稼いでいきたいな。さて、こうして、千鳥講師にしておいて、ここでドネイトで、さらに空中で TSP ダブル。空中で TSP 作っといて、これはこうでいこうか。こうで。再び3人狙われてる。オッケー。いいでしょう。逆にそれは俺を美味しくいただきます。おっと、ミスター。はい。なるほど。刺さっていく。こうだ。こうして、うまい感じに火力を作って。オッケー。まあ、今一人なんで、とりあえずその道でいいかな。とどめ位置に切り替えておいて、まあ、ここからどんどん再び火力作っていきましょう。ですね。こう。はい。ダブルダガーでいこうかな。ダブルダガー。で、エルミノを立てて、しっかりティースピンダブル、ダブルダガー放っていき、なんかいい地形を保ちながら、まあ、どんどん火力を。はい。ドネイト。こうして海底寝させた方が地形が綺麗になるんで、まあそういうね、感じの、回転をしながら、はい。TSD しといて、STSD 行きたいけど、まあどうしようかな。いいや、踏み込んでいこう。SZ のね、横置きで STSD、結構ああいう仕掛けって組みやすいんですけど、まあちょっと、噛み合わなかったんで、普通に積み込みに切り替えて、火力と、再び火力。さあ、これ STSD を放っていき、刺さっていく。どんどん刺していきましょう。継続火力。継続火力でどんどん刺していく。
はい。はい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 。いい地形を保っといて、はい。まあ、ジョーバーね、ワンミスが致命傷になりかねるんで、本当に。なる可能性が高いんで。まあ、ちょっと、冷静に操作しながら。落ち着いてね。ジョーブは冷静に。はい。こうしてダブルダガーでいこうかな。ダブルダガー。はい、はい。ティースピンダブル、ティースピンダブルと。テトリスまで、STMB ケーブ。もう一回ティースピンダブルと。オッケーオッケー。まあ、もう 50% になってるんで。まあ、そこそこいい感じかな。しっかり火力も搭載しておいて。はいはいはい。50人。まあ、50人ね、50%。まあ、75に近い 50% なんで。まあ、十分。ちょっとミスった。まあ、これも搭載しておこう。まあ、無理して受ける必要ないんで。はい、ダブルダガー。ダブルダガー。何が言いたかったのかちょっとよくわかんないね。何も思い浮かばなかったが、まあ気にせず。こうして、はい。TSD と、TSD 打ってって、もう一回ダブルダガー。ダブルダガー強いからね、活用性が高すぎる、このテンプレ。パーテトリス打ってって、TSD、ちょっとカウンターにしようかな。カウンターにしておいて、押さえてながら、どんどん火力。はい。あ、これ一回操作分ないと、ちょっと焦って置きミスしちゃったりするんで。そこら辺も焦らずに、しっかり操作。おっと。焦ってはなかったけど、ちょっと暴発してしまった。あ、これ一回入れて、どうしようかな、これ。とりあえず、こうして、こうだな。で、こうで、まあ、こんなもんかな。とりあえず、総裁分。OK。てん。ティースピンシングル。ティースピンシングルからシングル。はい。一回削っていこう。で、とどめ位置に切り替えておいて。てん。OK ですね。で、こっから再び火力をどんどん作っていきましょう。はい、はい、はい。もう少しで 100% になるかな。割ともう少しで 100% にはなりそう。はい。テトリス、TSD。はい。で、T スピンダブルもう一回打って、テトリスと。ここ、千鳥格子ですね。T スピンダブル。T スピンシングルからいこうかな。シングルにすると、まあ、ここテトリスで効率いいんで。まあ、T スピンシングルにした方が、逆に、火力、ね、作りやすい場面も結構あるんで。ああいうね、判断は覚えておきましょう。てん。はい。こうして。ほいっと。はい、TSD。はい、冷静に。搭載分の火力がないときは冷静に。でもカウンターにしとこう。カウンター一択。ここら辺余裕があるんで受けて。これテトリス。押して、OK。ああいう風にね、余裕があるときは、ま、しっかり受けて、相手に火力を送ると、まあ、相手に負担かかりやすいんでね、しっかりそこら辺も意識して、総裁外し。本当にま、余裕があるときはね、全然外していいんで、バンバン外していい。直列特にこのゲーム来やすいんで。よし、これで32連勝かな。いい感じですね。カウント間違えそうだな、これ。カウント間違えそうだけど。とりあえず、純ちゃん。どんどん連勝していくぜ、俺は。99連勝目指してるからな。さあ、どこの枠が足りないんだ。全部枠。ゲーム開始準備中か、これ。準備中。まぁ、ちょっとね、しっかりここら辺で、
序盤はね、相手に、てか、余裕があるんで、相手が、おーっとと、いや、大丈夫、大丈夫か。一応簡単にしよっか。相手がどれぐらいの、自力というか、実力を持ってるかっていうのね、判定できやすい。おっと右上の人なんか自滅してたぞ。シュールだったな、今の。ハートドロップ連打して自滅していたのがちょっと見えてしまった。全部の画面見るぞってちょっと思って、今凝視してたんですけど、左上の今97番の方、ハートドロップ連打で自滅していきましたね。シュールすぎる。この攻撃を見てしまったかな。何も見てないんで刺さったのは特に何も思わないですけど、ガン見してる状態で見ちゃったから、非常に面白かった。さて、まあそれはさておき、しっかりティースピンダブル作ってきて、これ冷静に操作いい。愛の終盤だとちょっと競り上がってくるんですけど、まあ序盤は全然競り上がってこない。冷静に冷静に。さすら冷静に。で、カウンターにしてるけど、まあカウンターのままでいいか。とりあえずカウンターのままでいいかな。はい。はい、はい、と。はい。で、ここで空中ティースピンダブル。TSD。TSD、TSD。で、テトリスまで打って、トリニティでいこうかな。トリニティ。まあ、ここまで使うか。君の使っても全然大丈夫なんだ。トリニティ、はい。で、ちょっとレンチェックにしといて、これ連でいきましょう。はい、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 と。とりあえずここまで繋げて、まあ、だいぶ狙われてるんで、これ逆に稼ぐチャンスかもしれない。バッチを稼ぐチャンスなんで、ここ逃さないでいきたい。逆にターゲット変えられちゃうんだね。少なくなってしまう。このチャンスを逃さずにカウンターでいって、バッジをぶあちこり稼いでいきましょう。はい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 。オーケーオーケーオーケー。いい感じに、いい感じに倒してってるね。いい感じに撃墜。はい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 。エスミノでもう一回ね。ST 済み。ST 済みでいくか。はい。で、こっからまぁちょっと切り替えて、こんな感じにして、もう一回積み込んどいて、はい。ちょっとカウンターその道に変えとこうかな。その道に変えといて、残り50人。50人になって25か。まあ、若干出遅れてる可能性もあるけど、まあ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 。ああ、一気に75になった、オッケー。まあ、全然出遅れてないです。本当に一気に今倒してって、稼いだんで、これでかい。しかし、ちょっとだいぶ狙われてるんで、ここちょっとしっかり耐えないとね。一気に集中砲火されてるんで。これでまぁ 100% に、倒すことができれば 100% になれると思うけど。まぁちょっと予期せぬ攻撃が来て、刺さるということだけは注意していこう。だいぶ一気に狙われてるんで、なんか、すげえ本当にいいって言ったよ。はい。押して、こうして、Z 入れて、押して、SMV ケーブ。まあ、この人たち多分、この方たち全部倒せれば、おそらくだけど、100% いくでしょう。まあ、今狙われてる車線の方ね。はい。すごいなんかキキキって音がしてる。シングル。シングルから、こうして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 、テトリス。てん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 、はい、てててんててん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 、こうして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 、はい、でシングルから行きましょう。シングルから STSD 一回テストで先打とうか。おっと、しかし、Z コインをミスったけど、これは STMV ケーブでしっかりリカバリーしといて、まあ、TV の使っても全然大丈夫なんで、TV を使ってって、しっかりカウンターじゃない、隙がなく、隙なく、全部って、なんでカウンターが出た。まあいいとして、TSD。TSD から、もう一回これ、ちょっと、火力をね、溜めていこう。溜めておいて、はい。はい、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 はい。抜きミスしないように、しっかり積んで、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 はい。意外にでも刺さんないですね、なかなかね。そこそこ火力は出してるとは思うんだけど。
意外に刺さってくるね。やってる人多いんですけどね。ピン、ピン、ピン、ピン。OK、触ってくれた。はい、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 はい。もう一回削ろうかな。こんなに無理でいく必要ねえな。一回削って、そこからもう一回だ。から再び中開けテトリスの火力再生。はい。OK。ダブルダウだ。刺さっていく。ドネイトして、はい。社畜トレイン。社畜トレインを組んでって、しっかり。ティースウィンダブル、ティースウィンシングル。もう一回ティースウィンダブル。おっと、ずれてしまった。まあいいや。ティンティティティン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 。シングル。ティースウィンシングルテトリス。まあこれ 100% なんだね。このままカウンターね。カウンター固定でいきます。こう、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 ほい、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 ほい。ここは先読みっすね。KT タワーの先読み。から連でいこうかな。OK。確かに連発か。はい。今ね、全員来てるんで。この全員もね、帰りてる。4人ぐらいこの終盤でいるのはなかなかだな。おっと、しかしミスターもったいない。しっかり T スピンでリカバリしといて。あ、ちょっと削りながら。TSD。TSD と。あ、受けてもよかったかもね。TSD。ずれないように、あっちに先に移動させてから、ああいう風な操作するのもいいと思う。TSD、TSD。おっと、高圧したやばい。しっかりリカバリして、あ、こんなもんかな。ティン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 、狙われすぎだね。なんかこんな終盤なのにこんな狙われてんの。じゃあ死体蹴りしてんのか俺。今気づいたけどなんかやさら狙われてんなと思ったらちょっと見てなかったですね、これね。死体、なんかああいうの多分とどめ打ちしとけば多分倒れると思うんですけど、あ、勘違いしちゃいますね、これね、やっぱりね。そう、狙われてる割にはそんなに軽く来ねえな、とずっとちょっと疑問に思ってたんだけど。よく見たら死体蹴り、死体蹴りというか、その、刺さってる人が、刺さってる人を、攻撃してましたね。謎だと。あれよくあるんだよな、本当に。謎すぎる。うん、うん、うん。で、倒れてる人を、攻撃してしまうっていうね。これ、多分、バグの一種だと思うんだけど。これはね、ちょっと、アップデートで改善してほしいですね、できれば。よし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 。さあ、いきなりかなり狙われていく。カウンターにしとこう。カウンターにしといて。てん、てて、てん、てて、てん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 。こうして、TSD、TSD。てんてて、てん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 。ほうほうほう。はい。てん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 。さあ、序盤からまあまあ軽く来てますが、まあ、冷静に操作やってて、ちょっとミスったなぁ。ミスったけど。どうしよう。大宮に削ろう。大宮に削って。シングルかな。ティースピンシングルかテトリスにしていく形。
さあ、こうして、こうして、こうして、ういトリニティでいこうかな、これ。トリニティで、しっかり、ほいほいほいと。高度な推薦を見せていき、カウンター、まだカウンターでいいかな。もう一回これシングル。シングルから大身を入れて、テトリスまで、で、いき、こうかな。STSD。STSD にしてって。はい、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 はい。あ、これ違えや、間違えた。だいぶ違いますね、これ。はい。あ、ちょっと違うんで。一回ミニでいこう。一回ミニで、バックトゥーバックをつけておいて、はい。まだカウンターでいいかな？結構なんか、狙われてることが多い気がするね。言うても。はい。おぉ。あ、ちょっと一回テトリス入れたいね。一回テトリスをしっかりと刺していって、こうだな。はい。おぉ。ずれていく。さて、どうしましょうか、このリカバリー。とりあえずもう1ライン消しずつでいいか。1ライン消しずつ掘ってって。こうで、こうして。これ一応入るんですけど。いいや、T3 にしよう。あ、ちょっと軽く来ちゃったね。ウェイでやろうかと思ったけど。あ、無難にね。無難に無難に行きます。はい、はい、はい、はい。こうしてって。テトリス。ESS。本当に狙われるね。まあでも逆に、ここは稼ぎ時なんで。まあいいんですけど。結構なんか。まあ逆に嬉しいんだけど、狙われてることが多い。さて、これはね、全員ね、入り打ちにしていこう。はい。はい、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 と。そして、おぉ。そう。で、TSD と。TSD、TSD。まあ、50% 溜まってるんで、まあ悪くはないかな。悪くはないペース。とりあえずは。TSD、TSD。で、もう一回 TSD。こうだな。こうして。積み込んで積み込んで、まあ歩みのあるんです。積み込みに歩みのを使っても隙はない。隙がある形を組むとね、結構ね、危ないんですけど。間に合わせなきゃって思って、急いで操作ミスするってことは結構あるんですけど。確かに歩みのね、分があれば全然大丈夫なんです。さあ TSD 打ってって、OK TSD。テンテンテン。で、これダブルダガー。ダブルダガーして、はい、はい。はい、はい、はい。しっかり、慎重に冷静に操作。トリニティか。トリニティって言ってもここでトリニティの選択肢。まあ、こう空中でティースピンダブル作っておいて。まあ、ティースピンダブル間に合いそうになかったとしても、これテトリスがね、打ち切れる。盤石な体勢。はい、一回削っとこう。削って削って。どうしようかな。いや。ちょっと一回打ち切ろう。カウンターにしないけど、これちょっとその位置に変えておくのミスりましたね。さすがにもうとどめ位置でいいんで。STS にして。ちょっととどめ位置にしてたな、時間が長すぎたな。まあまあ、とりあえずは。75% 溜まってるんで、まあいいか。75% 溜まってるなら、まあまあ、とりあえず、4列連で行きましょう。4列連積んでて、はい。とどめちかカウンターどっちにしようか迷うけど、カウンターにしていこう。カウンターにして。バッチ狙いでもいいかな。バッチ4つ稼いでる人いるんだよね。あ、でも俺も4つ稼いだわ。4つ稼いでとか軽く来ましたね。削ってて、
シングル。シングル、TSD。シングル、OK。ワッチを積もってる人刺すことができれば、結構脅威は減るんでね。はい。ダブル。オッケー。よし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 。まあ、しっかりとね。あ、やっぱりバッチ本当に持ってる人はマジで怖いんで。特に4つ。俺も一応4つ持ってたから、まあ、同条件ではあるけど。やっぱり火力がね、本当に一気に来ると、まとめされるとね、特に貫通とかするとマジで怖いんで。バッチを持ってる人はできれば先に倒しておきたいですね。よしよしよし、これで34連勝かな。34連勝かね。やべえ、合ってるかわかんない。コメントで確認していきましょう。よし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 。これね、言っといてね、あとで間違ってるかもしれないんで。じゅんちゃん、じゅんちゃん。何章までやろうかな、迷うな。まずは、とどめ一輪。とどめ一輪しといて。パフェ済み。このつもはパフェ済み。パフェが取れず。あ、パフェなかったんで、中開けてトリスに発生していきましょう。はい。てんてて、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 てんてて。ダブルダガー。ダブルダガーで、ティースピンダブル、ティースピンダブル。おぉ。まあまあまあ。普通に火力作ろうかな。普通に無難に火力作っていって、ほうほう。おっと、ミスター。君の屋根使ってもいいでしょ。屋根使って、できればテトリスにしたいが、まあ、テトリスにしていこう。ミスった瞬間に火力がボン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 来たら掘りにしてたけど、あんま来なかったんで、まあ、序盤だしね。さてさて、こうだ。こうして、こうして、こう。ちゃんとね、組み方も。次に繋がるような組み方をしていこう。キッピンとか打っても次に繋がらない形って結構あまり強くなかったりするんで、常に次に繋がるような形を維持しながら。TSD、カウンター、微妙だな。カウンターにするか。カウンターにしよう。カウンターにして。はいはいはい。これ STMB ケーブから再び STMB ケーブ。ここは強気に間に合う。STSD。冷静に冷静に。ああいうのは逆に急ぐとミスって終わったりする。ここもちょっとね、火力で相殺しなきゃダメ。こんな感じにしといて。あ、ここも取りに行って。オッケーオッケー。まあ今のはさすがにちょっと間に合わせなきゃダメなので。火力しっかり作っていって。あ、こんな感じかな。冷静に相殺を当てながら。オッケーオッケー。まあまあ火力来ましたけど。まあ大丈夫そうです、ね。とりあえず。カウンターにして連でいこう。4列連。いけて、ああ、そこに来るか。うーん、まあいいや。ここで T 線ミニにして繋げて。てんてってんてってんてってんてんてっ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 てん。ああ、でもちょっと、残り50になって、このキル数はまずいな。まず 0% なんで、これちょっとまーずいですね。しっかりキル稼いでいかないと。はい。火力重視でいくかな。こう、千鳥講師。こうして、ここで、こっちで T スピンダブルのドネイトしといて。はい。OK。火力は送ってるけど、これも、この道に、行くか、この道にしとくか、どうしようかな、カウンター、この道に行くか。この道にしとこう。はい。あ、ちょっと当てながら。OK、とりあえず25。ただ、ペースとしてはちょっと出遅れてる感じはあるんで。どんどん稼いでいかないと。バッチの火力差が出そうで怖いです。
ケット率 TSE と。オッケーオッケー、50になってた。よしよし、負けてる負けてる。もう75近いんで。だいぶいい感じに。出遅れてたのを負けることができますね。さあ、これ、ランカンで TSE シングルかな。TSE シングルにしといて。おっと、ずれた。ちょっと暴発してしまいましたが、とりあえず、一回削って。はい。この回転入れでいこう。回転入れで即座に整地。で、TSE ヘッドレスで、OKOKOK。あっという間に、100% 近くになりました。ダブルだが、押して、こう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 、はいと。方向地獄。てん、てん、てん、てん。はい。さあ、残り10になっていき、カウンターにしとこうかな。そろそろカウンターにしとこう、ちょっと。と思ったけど、狙い外れたな。どうしよう。この位置でいいか。てんてん。てんてん。TSD。TSD。うん。さてさて。ダブだが、無難に支えてといて、はいはいはい、あ、カウンターに行こう。しっかりカウンターにしといて、オッケーオッケー。あいつも言うてもバチ4つ持ってるんで、まあ、ちょっと警戒が必要です。オッケー。よし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 、しっかり刺していけ、勝ちをもぎ取っていくと。オッケーオッケー。これで35連勝か。いい感じすぎる。よし。どんどんやっていこう。ここでちょっとライジンの桜を飲みます。うん。ああ、やはりうまい。ライジンの桜味は本当にうまいわ。ライジンの桜とね、このウーロン茶がある俺には。俺は負けない。どういう理屈だよって話だけど。よし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 。とりあえず、おっと一気にチリーンって言ってなんか、来ましたが。これはもうカウンターでね、美味しくいただこう。カウンターで美味しくいただきます。はい、2連パフェ。2連パフェ打ってって。はい、3連パフェ。3連パフェ打って。はい。K 下がっていく。よしよし。あとね、この線がすごいね。見にくくなってます。非常に見にくくなって。非常に見にくくはなってはいるが、まあ、とりあえずは。とりあえずは。こうだな。ほい。ほい。こうして、こうして、こう。てててて、んてて、んてて、てんてて、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 んてて。こう。こう、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 こう。はい。はい、削っていこう。一回無難に削っといてから、こっから火力出す地形。もう簡単じゃなくて、その位置にしとこうかな。とどめ位置にしておいて、TSD。TSD からの TSD。そしてもう一回 TSD で。TSP にダブル地獄でいこう。で、これね、Z で、しっかり階段ドネイト。で、ここで TSP シングルドネイト。よいよ。まあ、冷静にトリンティ。トリンティ作って。はい、狙われているなぁ。カウンターにちょっと一回しよっか。カウンターに一回しといて。
狙ってる人をね、ちょっと刺していきたい。そんな感じだな。一品シングル。一品シングルからセットを打つ。B。ダブルダガー。ダブルダガー、一品ダブル、一品ダブルと。ほい。ほいし。あ、どん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 火力作ってしっかり刺していきたい。言うても 50% も溜まってんのか、早い。やっぱり最初にカウンターでかなり狙われた、あれがでかいよね。これだけとりあえずね、めちゃくちゃ火力追って今はどんどん、どんどん下がっていくでしょうと。刺さるでしょう中田翔って感じだから、2位。さあ、順調に火力を作っていって、こうして、こうして、こうして、ういっ。こっちちょっと隙がある。こっちに積むかな。いや、ハテナではないんですよね。やはり2位。これ、予言コメだな。俺の予言コメント。さて、合ってるか。それはもう、生で見るしかねえな。さあ、こうしてって、はいはい。ヘッドリスまで。まあ、ちょっと、置き密したんで、ここ、リカバリータイプで、これ一応入る。ほいウェイレが入る。ウェイレをしっかり入れておきながら、50%、まあ、とりあえずどん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 火力作って、カウンターにしようかな。あ、で、カウンターになってたわ。カウンターになってたら大丈夫。こう、こう、こう、こう。はい、テトリスと。テトリスで、これ、千鳥講師、ティースピンダブルからティースピンダブルです。ティースピンダブルの下にティースピンダブルになる。これ、千鳥講師と言われるね。確かに足していけ、75%。まあ、かなりペース的には悪くはなさそうですが、ちょっと歩みのミスった。まあ、これもね、しっかり T スピンにしてリカバリーしといて、T スピンしてから J ミノル削って T スピンしていこう。T スピンからこれ J ミノルしっかり削っておいて、T スピンにして上でさらに T スピン。もう一回上でさらに T スピンと。T スピンをできるだけ稼いでおいて、でここでも空中でティースピンダブル。はい、ゆっくり操作して確実に攻撃を振っていく。あ、でも焦る必要ないんで。そして、欄干だな。ティースピンシングル欄干。欄干からの TSD と TSD 打ってって、STMB ケーブかな。STMB ケーブちょっとこれでも地形悪い。若干地形悪いんで。押して、しっかりジェイミーの底をまあ、冷静にここ入れて、はい。失敗すると嫌なんです。相手から別に火力も作る心配もなさそうだったんで。とりあえずソフトドロップで。ソフトドロップというか、いいんだ、ソフトドロップ。ソフトドロップ?まあ、自由落下みたいな、そんな感じで。結構もう落下スピード速くなってる。下手にソフトドロップ込みでやろうとしすぎると、逆にミスる可能性もあるんで。こうしてって、まあカウンター、うん、カウンター行ったらいいな、とりあえずは。もう100%まで溜まってるんで。こうして、はい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 。はい。TSD。TSD から、オートミスター。これ一応、これも一応入るんで、ミトイド。これ入るんで。これ一応入れて、どうしようかな。とりあえず火力置くとくか。で、削ってて。ティースピンシングル。ティースピンシングルテトリス。あ、バッチはそんなに。あ、でも3、3つ持ってる人はいいのか。そこだけ要正解だな。削ってて、しっかりティーミノまで。いや、ティーミノまでは繋ぎなくていい。ここまで。バッチ持ってる人刺したんで。あとはまあちょっと、落ち着いて、冷静にいけば大丈夫かな。とりあえず火力を作っていきます。圧倒的有利はそれです。あ、結構狙われてますけど。多分大丈夫ですね。はい。押して。ティースピンダブル。ティースピンダブル。と。一回削って。はい。シングルから。あれ、ちょっと、ま、言うても狙われてるんで、油断はしない方がいいな。また倒れてる人に、ちょっと攻撃を送ってる感じはあるけど。まあ、
とりあえず大丈夫でしょう、本気で。あと、左上の人が刺されば、とりあえずね、勝ちだったんで。まあ、それだけ見てればね。あれ多分バグの一種だと思うんで。あまり気にしなくていい。パターンの、パターンだったね、今のところはね。よし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 、これで30、6連勝。6連勝で合ってるかな。やべ、ちょっとカウントがだんだんできなくなってくるわ。一試合試合が結構長いからね。あとでちょっとこれ、カウント合ってるかも。楽しみだな。俺の今の予想は36。36だと思いたい。よし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 。さあ、狙われたらどうしようかな。二人か。カウンターに行こう。序盤二人に狙われた時、カウンターがちょっととどめ打ちが迷うんですけど。まあ、カウンターにして、カウンターでいいんじゃねえかな。とどめ打ちでもいいけど、どっちでもいいって感じだな。さあ、こうして。こう、こう、こう。はい。ティースミン、ティースミン、ティースミン、フィン、久々に行きますか。はい、ティースミン、フィン。これがね、結構美しいんですよね。ティースミン、フィン、個人的にかなり好きなんで。変えるときにぜひとも使っていきたい。さて、ティースミン、シングル。シングルからティースミン、ダブル打ちたかったらちょっとミスった。ミスったんで、これちょっと一回リカバリーで。はい。まあ、操作やっておきましょう。ちょっと操作やっておいて。ほら一回削ってからティースピンでしっかりリカバリー。あんまり無理に火力はあそこ作りすぎない方がいい。ちょっと Z ミニ今置き水したけど。まあいいや。ここで DT 砲。ここで途中 DT 砲組んでいき。そろそろこの道にしようかな。この道にしておいて。はい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 。シングル。シングル。テトリス。ドネイトな。ドネイト TS。さあ、連でいきましょう。テトリスって OK。はいと。ちょっと画面を、いろんな画面を見ながら、カウンターにしといて。なるほどね。まあ、いろんな人の情報は、ある程度把握できたら。はいはいはい、オッケーオッケー。まあ、ちょっとね、情報収集も重要になってくるんで。余裕があるときはしっかり画面を見ながら。まあ、これちょっと2回連続で見つけちゃったんですけど、どうカバーしていこうかなって感じで、TMの1回入れて、ここで入れて、こんなもんでいっか。押して、オッケー。しっかり刺していき、途中のパフェが強い。さあ、これパフェ。取れるか間に合うか。間に合わなかった。ギリギリ間に合いませんでしたね。悔しいが。まあ仕方がないんで、とりあえず火力を作っていって、50%。まあ残り50人にまだなってないんで、多分もう少しでなるとは思いますけど。54人。まあ比較的悪くはないペース。リッピンダブル。リッピンダブルと。OK。50になって。はい。テンテテンテテテンテテンテテテンテテテンテテン。積み込んで積み込んで、操作やっておいて。無難に操作やっておく。あ、とどめ一輪変更しようかな。とどめ一輪とりあえず変更しておいて、稼いでいこう。ほいほいと。ほいほい。ほい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 。ここはちょっと踏み込みで。高さを稼いでおいて、ティースピンをしていく。まあ、ティースピンはやっぱりね、高さあると。まあ、回転率が上がるというか、ソフトドロップティースピンあるんで、その分、地形が高いと。まあ、ティースピンの方が強くなる。まあ、そういう細かいところもちょっと意識していきながら、まあ、解説しながら。上部のティースピンだから非常に強い。差し替えどん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 差していき。あ、でもまだ言うても75%になってないか。そんなにバッチもらえてないか。こうで、こう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 、はい。てん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 。ダブルダガー。ダブルダガー組んで、あいみはこっちだな。こっちにしといて、はい。
で、しっかりデッドですから、TP ダブル。こう、こう、こう。で、テミンテクトリス。で、TSD。テトリス。もう一回 TSD と。こう、こう、こう。はい。はい。まあ、とりあえず、アイミング使って、シングルドネイトから。シングルドネイト。はい。で、J 突っ込んで、カウンターにしとこうかな。T スピンダブルまで打って、なるべく受けの広い形をね、穴の近くを高くしないことを意識するのが結構このゲーム重要です。はい。で、T スピンドネイト。どうしましょうかね。シングルからセットする。シングルからセットする。セーブ。はい。こういうのもテトリスに削らずに T スピンを先にね、組んでいく。まあ、先ほど言ったことです。できるだけ上の方向で T スピンした方が強いんで。カウンターでいっかなぁ。子供一にしよっか。子供一にちょっと変えとくか。はい。OK。100% になったね。ここでカウンターに切り替えて。シングル、ダブル。ちょっと来たけど、まあ、無視しといて。はい。はい、回転です。はい。こう、こう、こう、こう。STSD。STSD しっかりシングルから、ヘッドレスまで、DSD。OK! 低い地形でね、コンスタントに火力を送れたんで強かったですね。OKOK。さあ、しっかりレベルアップしていく。OK ですね。よし。順調すぎる。さあ、しっかりランク上がったんで、これで36、37くらい。連勝してると思うんで。じゅんちゃん、じゅんちゃん。いい感じだ。まあ、ランクアップしたからな、どうしようかな。何連勝まで決めとこうかな。今多分、俺の予想だと37だと思うんで。何連勝までにするか決めとこうかな。40までにするか。40までにしようかな。どうしよう。ちょっと迷いますね。アドリブで決めていこう。さて。押して。てに、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 はい。て、てに、てに、てに、ほい。押して。おぉ。これは、3ラン消しリカバリから2ラン消しリカバリ。で、テトリス打って、ピン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 。こう、こう、こう。これは大見のかな、さすがに。さすがに、いや、どうしようかな。迷いますね。迷うけど。まあ、とりあえずなんか削りながら行きましたね。とりあえず削りながらリカバリしてって、まあ、ここから仕切り直し。仕切り直し。てっててん、てん。カウンターでもいいがどうしようかな。一回操作やってって、カウンターにしよっか。カウンターにしておいて。てん、てん、てん、てん。こう、こう、はい。はい。ほいっと。
DSD DSE テトリス DSD いや DSS で大見ので大見のでテトリスにしていこう。でランカンランカン TP シングルから、はい、もう一回テトリスまでにしておいてからも火力をもう一回作っていきましょう。ダブルダガーダブルダガーでもう一回ダブルダガーダブルダガー本当に活用性高いな。強い。まだカウンターのままでいいかな。もう STMB ケーブル作って、まあね、SZ を横置きであんな感じで、TP にすることを STMB ケーブルと言います。さあ、セットにしたらセットにしてって。こう。こうして、はい。こう、こう、こう、こう。こう。てて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 てこう TSE 組んでいって、火力重視。火力重視、火力重視。シングル。ある程度は下舐めても全然大丈夫だ。埋めすぎると危ないですけど。あそこら辺ぐらいまでなら全然大丈夫です。さあ、TSE シングル、TSE シングル。セットです。あ、そろそろね、バッチどんどん稼ぎたいな。バッチある人を倒して一気に稼ぎたい。さあ、テトリスから PS 言ってて、もう一回テトリスまで。一人だよね。劇団一人だよね。だからまだいいや。とりあえず。とりあえずは、とどめ打ちにしといて、PS に、はい。TSD。で、OK。結構バッチある人倒したっぽいですね。一気に77になったんで。美味しい美味しい。これは美味しすぎる。フォーシングルして、ジェイミノ入れるとこ置いといて、Z ミノでドネイトしといて、さらに地形いい形にしときながら、TSD と。ここはちょっとシングルだと。妥協しといて。OK。残り10人。75% か。まあまあまあ、とりあえずは。とりあえずはって感じです。悪くはないペース。めちゃくちゃいいペースというほどでもないけど、まあ普通の、普通のペースだな。遅くはない全然。はい。リースピンダブルして。しっかりダブルだが。ダブルダガー組んでいって。はい。火力火力。ててん。カウンターでもいいが、どうしようかな。はい、ここ削って、しっかり下穴見て、こう開けといて。これでもカウンターだな。100になったんでカウンター STSD できれば総裁外したい。しかし相手から火力来なかったんでまとめ打ちして、これ欄干欄干で TSB ダブルテトリス OK。 よし、さしっかりと倒していけ、さしいく。よし、これで38連勝かな。順ちゃんすぎる。合ってるか不安だけど、とりあえず。とりあえず合ってるか不安だけど。
38連勝だと思ってるわ。うん。よし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 。よしよしよし。今んとこ非常に順調ですね。順調すぎてもう言葉が出ない。まあ、しっかりね、危なげなく、全く危なげなく、欄干からのテトリス。まあ、まとめ位置をね、意識しながら。まとめ位置で一気に刺していくと。まあ、総裁外せる体勢でもあったんで、かなり盤石ではありましたね。しっかりとどめ位置にしといて、で、TT4。まあ、いつも通りの TT4 で、しっかり冷静に組んでいく。てってん、てってってん、てってん、てってってん。じゃあちょっと DK 連でいこうかな。ちょっと相手画面確認しながら。はい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 、はい。まあ、結構ライン消去時間このゲーム長いっていうのもあって。ライン消去してる間に、まぁ、ちょっとだけ余裕が出たりするんで。そこら辺をちょっと考慮しながら。はい、ここから繋げていきましょう。はぁ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 、周りを見渡しながらしっかり刺していく。シングルからESD。ESD して、まぁ、ちょっと積み込みながら、ね、行きましょう。ピン、はい。テトリス打って、TSP ミニでバックトゥーバックを繋げておきながら、TFD と。はい。もう一回ここから積み込みでいきましょう。はい。はい、はい、はい。こっちだな。こっちで。で、さらにここでダブルダガーって。まず火力を作れるとこはしっかり作っていって。まあ、カウンターはとりあえず狙われてないんでいいでしょうと。カウンターの意識配分忘れるじゃない。危なかったりするんで。ちゃんと意識だけはしとく。しとくことは非常に重要。で、テイスピンダブルにして、で、多分積み込めるんで、しっかり積み込んで、はい。で、てってってん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 、ほいっと。こうして、こう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 、はい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 。まあちょっと無難に操作しておいて、まあ S でいいか。S でドネイト T スピンダブル、しっかり操作してて、一回1ライン削っといて、ここで T スピンダブル。で、そうそうカウンターにしとこう。まあだいぶ狙われてるんで、そうそうカウンターにしておいて、まあ、キル数を稼ぎたいですね。狙ってる方を倒してって、キル数を稼ぎたいところを、はい。こうして、はい、で、で、こうこうこう、Tスピンダブル、Tスピンダブル、テトリス、Tスピンダブル、はい、Tスピン。そろそろトロメチもいいかな。トロメチに変更しよっか。トロメチに変更しといて、戻しちゃったよ。しっかり変更して。タコは組めるでしょう。テトリス、TSD。ああ、ちょっとだけ、ほんのちょっとだけ出遅れてる感はあるけど、まあ、多分なんとか巻き返せるでしょう。とりあえずは。はい、はい。ここから4列いこうか。4列。はい。4列にしっかり組み切って、これ、その道で、誰かしらをちょっと差し切りたいですね。
エルミノ、ジェミノ、ティミノ、アイミノ、エルミノ、ゼットミノまでしっかり繋いで、オッケーオッケー。あっという間に刺していき、これでもう 75%。 75% になったのは非常にでかい。ST3 からもう一回、連でいこうかな。こっちちょっと下での操作当てといて、オッケーオッケー。もう一回連を組んでいく。これは果たして繋がるのか。ちょっと SZ とね、大宮とか多いんで、繋がりなさそうだけど、繋がんないっすね。はい。これはまあ繋がるんで、しっかり繋げて、こんな感じで。種6はね、結構その、繋ぎ方、いろんな繋ぎ方のバリエーション知ってると、かなり繋ぎやすいんで。こう繋げといて、しっかり 100% になったらね、カウンターにしといて、カウンターにするのをね、忘れちゃ本当にダメなんで。ここだけは絶対に。絶対条件。てん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 。はい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 。こうして、オッケーオッケー。TSD。TSD と、ゲットリス。バッチ3つ持ってる人はいるけど、4つの人はいなさそうかな、とりあえず。いらずに。シングルからテトリスにしていこう。はいはいはい。オッケーオッケー。今度勝てで、おっとずれた。あ、これ一気に狙いを定められた。シングルかな、シングルからダブルでいこう。スイッピンダブル。無難に削ってって、はい。相手もバッチ4つあるね。ちょっと警戒しながら、オッケー。よし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 。いい感じだ。39連勝かな、多分、おそらく。俺の計算だと、おそらく39連勝。合ってるかは果たしてわからない。ほんと本番見るの楽しみだな。このプレミア公開っていうのも、プレミア配信っていうのも本当に初めてなんでやるの。後で見るのが楽しみだ。ごめん、ちょっとコメント欄に現れようと思うんで。視聴者の方とコメント欄をね、楽しみながら。さてさて、いい感じ。嫌な感じって感じではなくて、いい感じだ。よしよし。さあ、子供位置にしていこう。まあちょっと、DT4 でいこうかな。あ、間違えた。ちょっと DT4 今組めないつもりでした。相手画面をちょっとチラ見ここら辺しときながら、はいはい、連行かな。おっとミスった。ミスりましたが、とりあえずつなげていこう。とりあえずはつながると思う。つなげてつなげて、こうこうで、こうだ。で、こうして、しっかり、バックトゥーバックを繋げながら、うまい感じに掘っていくと。掘っていって、これはもう、まとめち体制に、積み込み、積み込み。とりあえず積み込んでいって、火力、火力。そろそろカウンターにしても OK。カウンターにして、今狙ってる方を、倒していきたいですね。はい。はい、はい、はい、はい。はい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 。てん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 。先読みというか先置き。ティースピンの先置き。先置きしてるとね、しっかりティースピン綺麗に組みやすくなるんで。ティースピンの先置きっていうか、先屋根は本当に。はい。
で、ここでもう一回 T スキン。TSD。あー、どうしようかな、これ。いっか、TSD 行くか。TSD 行って。まあ、一瞬ちょっと地形のね、高低差作って迷ったんですけど。まあ、なんとかなるだろうに思考で。とりあえず積んでいくと。こうして、まあ、静電に置き道しない限りはね、ああいうのも全然に代わりできる。はい、はい。これはここを埋めて、テトリスで掘っていく。あんまり火力が作りづらい地形の時は、ああいう風に、ああいう感じに、ね、繋げていくのも強いです。で、こう STMV ケーブでしっかり火力を作っていって、ここ中開けキングクリームと置いておこうかな。中開けキングクリー、はい。TSD から TSD、TSD で。ここでさらに T スピン作っておいて、OK、上で T スピン作るか。さらに上で T スピン作って。うん、まあ、とりあえず、シングルになっちゃったけど、こっからこうして。てか、とどめ地に変えた方がよかったな。ちょっと、とどめ地にするの忘れてたけど、まあ、とりあえず、これ T スピンから TD アタック。T スピントリプルから TD アタック。TSD。TSD と。はい。はい、はい、はい、はい。はい、シングル。シングルダブル。シングルダブル。テトリス。オッケー、50% になったんで。あ、とりあえずは。とりあえずはって感じかな。あ、普通のケース。ここでドネイトにしておいて、こうかな。これ先読みしといて、先置きしといて、しっかりね、ジェイミのレイヤーにつけて、T スピンダブル。てんててて、てててててて、さあ、触っていく。75%美味しい。どんどん、これ、とどめじね、もう 100% まで稼いでいっちゃいましょう。おっと、ミスティック。ミスティックだが、こうして、はい。こうかな。こう。で、操作やってて。無理せずね。一切無理はせず。しっかりきっちり操作やってながら立ち回っていく。はい。はい、TSD。TSD。残り10人か。カウンターにしとこう。結構狙われてる。ほう。はい。ほいっと。ほいっと。はい、100% になったね。このままカウンター固定でいきます。カウンター固定で、T スピンダブルドネイト。テトリス。TSD。これしっかり入れて、ここでドネイトでリカバリーしていく。当然外しの構えですが。バッチ4つ持ってる人いるんで、油断はならないですね、これ。しっかり警戒しながら。千鳥行使しといて、空中で T スピンダブル作って、OK。ああ、今 T スピンダブルからの T スピンダブル体制だったね。非常に盤石でしたね。よーし。これで40連勝したんじゃないか、おそらく。成績俺何からスタートしたかちょっと覚えてねえんだよな。ステータスで確認できるかな。29連勝からスタートだと仮定して、確か470から始めたような気がするんだよな。それだと11連勝して、うん、481だから。で、負けがそう、30。負けというかまあ、1以外が34か。うん。だったような気がするから、これで多分40連勝なはず。うん。まあ、1位が、まあ、実質俺は負けだと思ってますけど。よし。多分40連勝したと思うんで。じゃあ、この辺で今日は終わっていこうかなと思います。多分これ初めてのね、プレミア公開になりますが、皆さんいかがだったでしょうか。まあ、ちょっとね、自分もコメ欄に多分出没すると思うんで。初めてなんでね、新たな楽しみ方を、皆さん、お楽しみください。というわけで、今日もご視聴ありがとうございました。
よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。